高橋良二と書いてコントレックスと読みます。どうもコントレックスです。この間和歌山行ってきたでしょ。和歌山の私市内、和歌山市内っていう表現でいいんですかね。ほら白浜とか、あと紀伊半島のね、先端の方は昔旅行でね行ったことあるんですけど、多分ね和歌山のねその市街地には私初めて行ったんですが、本当にみかんなんですね。いやごめん、別にバカにしてるわけじゃないよ。和歌山といえばみかんじゃないですかね。いや本当ねみかんがね至る所でなってるんですね。雰囲気もなんだろう、山あいになんか盆地の方にこう家がとか、その市街地が、まあ当然盆地はあって、そこに市街地は当然あるんですけど、結構山あいに入っても開けていて、住宅とか会社もたくさんあって、でもその脇にはねいっぱいちっちゃい丘のような山がね、すごい、まあ標高自体もちょっと高いんですかね。でそこにみかんがねすごいたくさんあると、まあちょうどね紅葉の時期でもあったんでね、あったかかったし、はあ、なんかやっぱり和歌山って思い描いてた和歌山なんだなと思ってね、思った次第ですよ。でいいお店がね、夜、まあ、一次会があって、一次会はね中華屋さんですかね行って、で二次会に行ったんですよね。じゃあその DM の富田君がね、高橋さん、思い出屋のライターって持ってますって言うんですよ。思い出屋のライターって何それ、お店って言ったら、もう和歌山来たらね、うち来たらね、っていうかね、ラジコンやっててね、思い出屋のライターを持ってないのはもう無理ですよと。そこまで言うんですよね。で、次回思い出屋に行きました。思い出屋ね、よかったわ。あれは確かにね、なんだろう。まあ、いろんなものが食べれて雰囲気良くてですね、スタッフとかも若くて、で、まあ、なんだろう。冷たくないしね。なんかね、いいお店でした。本当にいいお店でね、もう、確かにね、富田くんがね、自慢するのは分かるなと思ってね、食べ物も美味しいし、お酒もね、すごいリーズナブルですよね、食べ物とかも。で、思い出屋のね、その噂の思い出屋のライター。なんで思い出屋のライターって、あれですよ。要は、帰り際にね、これが置いてあって、50にどうぞって置いてあるんですね。横に、居酒屋思い出屋と。和歌山 TM さん行ったらこれぜひ一泊してね、思い出屋に行ってください。いいお店ですわ。私まあまた行きたいな。また行きたい。でこの思い出屋にちょっと50にお持ち帰りくださいっていうカレンダーがあったんですね。これをねまだ私開けてまだ見たことないんです。ちょっと開けますわね。いいんですかって言ったら、どうぞどうぞっていうふうにね、おっしゃっていただいたんで、カレンダーをね、まあ本当はね、地元、地域密着型の割と居酒屋さんだと思うので、こう、私みたいなね、遠方の部外者がね、こんな持って帰ったらすごいお金もかかってるんで申し訳ないなと思ったんですけど、まあ、YouTube でね、思い出をね、紹介させてもらおうかなと思ったんで、まあそれだったらね、私これいただいた意味があるかなと思ったんでね、あらららら。立派な令和2年のカレンダーですね。これ書き込むこともできるじゃないですか。嬉しい。あらまあ、これ素晴らしい。でもこれ全部下一緒ですね。全部一緒です。下に居酒屋思い出屋、カラオケ思い出屋。その思い出屋の壁の向こうが同じ経営のカラオケ屋さんになっててね。TM さっきと和歌山に行くと、思い出屋で美味しいお酒をね、飲んで美味しいものを食べて、そしてみんなでカラオケ行ってね、本当にいい思い出がね作れますわ。私も思い出屋でいい思い出をね作る、思い出を作ることができました。うん、これうちの私がちょっとね書き込んだり後ろに釣っておく令和2年のカレンダーをこれメインで使わせていただきます。最後もう一個だけね、
日この間あの DM さん行ってきたって動画の中で、あの本当典型的な関西のねおっちゃんがね、あの、まあ、田村さんとおっしゃるんですけど、マラチ君すっごいベテランさんですごい早いんですよね。でも動画でお話ししたらね、連絡が来まして、私はノリも話し方も雰囲気も典型的な関西人だったんですね。てっきり霧のロンドンが似合う英国紳士の雰囲気の男だと勘違いしておりました。もうこのこの時点で関西人でしょね。まあその先にね、しかし引き続き小さな本格モータースポーツである RC をカツカツせずにピュアに仲間たちと楽しんでいこうと動画を拝見して改めて思った次第ですと、ね、どうもありがとうございます。まあこの方はね、こんなすごいひょうきんでね、まあ、こういった面白い方がね、やっているこの RC モータースポーツですからね、まあ、ぜひね、皆さん気遅れせずにやってほしいんです。で、本人のご了承いただいたんでね、写真をお見せします。どんなおっちゃんかお見せしますよいいですかねえ、英国紳士でしょまあこんなね方もいらっしゃる、こんな方っていうとね失礼です、まあ、こういう素敵な方もねいらっしゃるのでね、まだまだね、RC のこの未来はね明るいなとね、改めて思いました。皆さんこんにちは、加賀野隆です。今日はまたご質問にお答えしていこうと思うんですが、まあ、ざっくり言いますと、ベストラップに悩んでいるんですと、人と比べてベストラップが出ないんですのに関してのご質問となってますね。ではちょっと読んでいきたいと思いますね。12分の1とかバギーをラジコンしていて全般的に言えることなんですが、いつも人並みにベストラップが出せないんですと。なんか周囲の人よりベストラップが遅いです。かなりの確率でサーキットをぶつけずに走れるようにはなったのですが、ベストラップは伸びないんですと何回も言ってますねヒントとか何かあればね、教えていただけないでしょうか。また上手な方の走行を見るときにどのような視点で見られてますか。なるほどね、えベストラップが遅いんですと、そうね、まあ、ちなみにですけどですね、まあ、この方がねどのくらいの走りをされているかがねちょっとわからないのでね、まあ正直言っておごめようがないっていうのがね多少本音でもあるんですが、まあ一応なんとなくこの話を聞いて思ったのが、まあ、速さというのはね相対的でもありますからね。まあ、例えば私なんか、まあまあ、いわゆるベテランで、まあ一応それなりに速く走れるのかなと、まあ自分であんまり言いたくないですけどね。まあ一応、走れると仮定しますよね。で、私もベストラップ実はね、すごく遅いんですよ。遅いんですよ、本当に。まあ、例えばじゃあ私がね、全日本で、じゃあ、まあ何でもいいですけど、じゃあ仮に C メインだったとするじゃないですか。と、同じ C メインの中で、私ね、ベストラップ自体はかなり下の方です。その10人の中でね。成績自体は要は同じぐらいの成績を残す能力の方がまあ、おおむねを集まるってことですよね。ですが、まあ、その中でも、得意不得意はありますよね。ベストラップすごい早いけど飛んでいく確率が多い人。だからそこにいると。で私みたいにベストラップが遅いけど、まあ、うまくまとめ上げるから、その辺にいる。だから結果的にこの、C 面の方たちと、まあ、同じ対等に戦えるということですよね。で、まあ、得て増えてね、得意不得意とかね、イメージとかいろいろありますから、まあ、一概にね、例えばじゃあ私ベストラップ遅い遅い言ってても、それはもちろんね、まあ、始められて1年2年やってられる方よりは、やっぱりベストラップは早いですよね。まあ、結局ね、そういうことです。まあ、速さ、ベストラップっていうのは、相対的なものでもあるので、まあ、どこを指して自分がベストラップが遅いと言っているか。例えばね、ご自分が残る、まあ、レースに出られるとして、ご自分が残る大体のメインの周りの方と比べて遅いのか。それとも、真ん中ぐらいを走る。あ、ごめんなさいね。今、この方がどのぐらいのところを走っているかわからない。仮にじゃあ、割と、下位メインの方で走られている方と仮定してですね。で、真ん中ぐらい。走られてるメインの方と比べて遅いのか。まあでも要は多分ね、思いとしては練習を頑張ってやっていても
まあ、なかなかベストラップが伸びていかないっていうことを、まあ、おっしゃっているのかなとは思うんですけどね。これは難しいご質問ですよね。そうですね。どうやって速くなるか。もうこれ、すごくつまらない答え方をして、まあ、それ言ったら元も子もないじゃないかとね、いうお答え、反論いただくかもしれませんが、まあ、結局、ラジコンっていうのはやっぱりね、練習しかないんですよ。まあ、それはラジコンだけじゃなくてね、すべての世の中の物事に言えるかと思います。やっぱり結局、まあ、もう野球でもあって、サッカーであっても、バレーであってもね、まあ、卓球であっても、まあ、結局ね、練習しかないっていう、まあ、その中で、なんですけど、それ言ったらもう終わりなんで、少しでもやっぱりね、皆さん、誰もがやっぱり速くなろうとしながら、少しでもね、まあ、いろんなスタンスありながらでも、まあ、やるからにはね、やっぱ、遅いよりはそれは速い方がいいですよね。まあ、その中でみんな、こう、高みを目指してね、やっている。特にレースに出られている方はそうになりますよね。その中でやっていくので、まあ、結局ね、同じ、ただ、何も考えずに、走らせていてもやっぱりなかなか上達っていうのは厳しいかなと思いますね。まあ、ベストラップを出せるようになりたいんであれば、その意識を何に向けるか。私はそうですね、ラインイメージ、走りイメージだと思います。まあ、よく言われる、ね、もうよく耳にする言葉として突っ込みすぎちゃいけないとか、ね、車が止めちゃいけないとかね、ラインのイメージが悪いとかっていうふうに、まあ、よく聞く言葉だと思うんですけど、それを聞いた時にどう悪いのかっていうのをすごく真剣に考えるか。ご自分がの、ま、もう新しいに走られるということは結構ね、それなりに自分の走りのスタイルとかイメージっていうのは多分そこそこ確立してきているんじゃないかなと思うんですけど、でそれにそのイメージに対して車を合わせてしまったり、例えばパワースのソースのことであったり、ダンプアウェイとかセッティングとか、そのことばっかりに意識をいくと、まあ、大変厳しいことを言わせてもらえるんであれば、やはり、上達っていうのはしていきますが、遅くなると私は捉えていますね。走りとかイメージとか、そういった方にもっとすごく真摯に向き合っていく、早く走るっていうことに真摯に向き合っていく。これね、思い詰めるのが絶対良くないですね。私は推奨しないっていうかね、いろんなスタンスがいるので、速く走ることが一番すごいことではないと思うんですね。私は、まあ、よく言われる言葉ですけど、やっぱり楽しんだもん勝ちってね、言いますよね。例えばね、私がこうやって言ったからといってね、バネもオイルもスプリングもね、何も変えなくして、走りだけを向き合うようにしよう。で、これがね、向き合うことを、もしそんなことを、ね、思って、やってしまってラジコンがつまらなくなってしまうのが一番怖いです。で今ね、まあ、ラジコンの歴はわからないですけど、当たらなく走ることができました。でレースも出られてる。これはもうね、一般的に始められた方から見たらもう相当な上手い方に見えてるはずなんですね。でサーキットにも通われてるということなんで、すごく、まあ、その雰囲気も馴染まれてると、もうその時点でね、まあ、十分にね、上達の道筋にはね、入ってると思いますね。まあ、そんな中で何かヒントをという形でね、私にご質問をいただいたのかなとは思うんですけども、まあ、とにかくあまり無理せず、ただし、走りに向き合うっていうこともよかったらね、心の片隅にね、入れていただいて、まあ、ちょっとやっていただいたらいいんじゃないかなと、ね。なんか話の主題が相当逸れてしまいましたけどね。ほんとごめんなさい。上手な方の走行を見るときにどのような視点で見られてますか？そうですね。これはあんまり頭使ってないかもしれないね。見てるようで見て、ただボケーっとね、あさっての方法を見てる場合もありますしね。まあ、例えば、見る場合が多いか、まあ、私が見る場合っていうとね、その方の能力とかイメージっていうのを大体把握した上で、やっぱりね、その方の車はどう動いているかとかね、走ってるか走ってないかとかね、あ、この人すごい、
もしくはね、あこの人うまいのにまた今突っ込みすぎたなとか、あこの人うまいんだけどちょっとリアが突っ張りすぎて回り込んでないから辛そうだなとかね、もうちょっとあそこでね、もうちょっと手前で抜いてオンしながら向きを変えていけばね、あそこ待ってるからもったいないなとか、まああんまりね深く、まあ今言ったようなことを考えてますけど、まあ、具体的にどのような視点で見ているかっていうのはね、あまり気にして見てないかな。まあ一応、まあ、今日のご質問に関してはですね、まあ一応ですね、まあ、私が常々お話ししている、まあ、車と向き合うというよりも走りに向き合う時期っていうのはね、すごく上達には必要となってきますので、ご自分のスタンスの中で走りもね、ぜひね向き合っていただきたいなと思う次第ですね。ごめんなさい、何の参考にもならなかったかもしれないですし、このご質問の意図とはちょっと違ったかもしれないですけどね、一応ご参考にねしていただければなと思います。はい、それではね、今日のお話、まあよかったよという方がね、いらしたらね、ぜひいいねボタンをね、お願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。